はい、皆さんこんにちは、ミガミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はシラス投手でやっていきます。でデッキの方は前回手に入れた風なぎくんと、あとねシラスの彼女なぎちゃんをね、この2人を入れてちょっと投手やってみたかったので、これでやっていきます。で A 級期間の風なぎくんと A 級期間の友澤くんで、一応能力は高めなんだけれども、虹谷を連れてきててやっぱり優秀なんで、とあとは神楽坂くんとね、前変化球をねどうしようかね相当悩んだんですけれども、ちょっと二股にはなっちゃうんですけれども、ルナちゃんを連れてきてます。まあこんな感じでやっていきましょう。ルナちゃんいるね。まあ敏捷ポイントは風投げくんのイベントで稼げるから、ルナちゃんの評価上げてきますか。一応お守りを持ってきてます。まあ、本来ね、なぎちゃんだけだったらお守り自体いらなくて、お守りの他にね別アイテムを持ってこれるんですけれども、やっぱり井戸端がね起こった時のねケアがね大変なんで、お守りがないと。で風なぎがねプラゴになってればね、天才の入部届とかぶっ込んでもよかったんですけれども、ここは友澤くんですね、指導しましょう。まあ、特に取れる特能は今んところないと思うんで、リリースいきなりいらないのが来たな。まあ、のごろうくんとかもね連れてきてよかったんですけれども、これちょっと悩むな。 13% か 5%、 なぎちゃんの評価上げてこう。でなぎちゃんの妄想は来たらちょっと一回やっていきましょう。あの通常イベントがねいいやつになれるんで、最初の方に来ると結構でかいですよね。メンタルは誰もいないんで寝ます。ルナちゃんはまあ別にほっといていいでしょう。なぎちゃんは乗ったね、早いねやっぱり。で虹谷どうしようかな。1でもとりあえず虹谷のコツをもらっておこう。脱散よし。こいつの妄想誰もいなかったら、いやでも変化球この3人いるってことは変化球だな。みんなの評価を上げつつ協力する。あとは骸骨がねどれだけつかめるか。あールナちゃん骨格きた、早いねさすがに。俺が出す5億。なぎちゃんどうする。ここはルナちゃん虹谷か。虹谷はねコツ1でもなんか欲しいんだよねやっぱり。やろう、コントロール OK。 コントロールってちなみに1だとどうなのよ。これは無理だな、一回妄想しよう。普通の方がいい、告白の方か。まあいいや、フィッシュしとこう。これでだいぶ体力は回復したか。であんまりいい練習がなかった時にはショートにして敏捷稼いで、いい練習がなかった時にはデートをしていくと。脱散 OK、まあ、2あればとりあえずいいかな。ここはねどうする、体力ないからな。デートを進めていこう。ルナちゃん、ルナちゃん先に乾燥しちゃう。友澤、これは体力を回復させよう。いやでもな、上限アップもな、投手は重要だからな。変化球でね結構体力持ってかれるからね。でここは一番弱いとこ。お、これも体力回復イベントだね、ありがたい。変化球66は無理だよ、さすがに無理だよ。なので取れるやつを取っていこう。リリースとカチューンだね。で神楽坂くんからは通常通りにコツをもらっちゃいましょう。あれ今神楽坂くん乗ってた、まだ乗ってなかったよね。
尻上がり。そうか、できればなぎちゃんの評価を上げていきたい気もするけど、どうなんだ。ルナちゃんはルナちゃんで、でも緩急くれるか。なぎちゃんも確か緩急くれたよね。ここはそのまま試合でいこう。なんか投手の場合さ、結構打ち込まれる気がするんだけど、自分が弱いから大体スタミナ F で先発するんだよ。でも勝ったね。まあ、こういうところはちょっとやっぱり運が絡んでくるよね。神楽坂くんの金徳。赤。ルナちゃん、これはちょっと開けてこう。2%。怪我するときは怪我するからね。投手。そんなに。持って持てが結局なくなっちゃうからな。まあいいや、経験点持ってきていきますか。持って持てになったけどさ、上げられるうちになぎちゃんの評価上げてくで、守備か。これは死んじゃうから、ルナちゃんで回復する。で、回復はもうルナちゃんなくなったんで、練習がしょぼい時にはルナちゃんとデートして消化すると。で、ここもどうしようかな。まあ、なだめておく。まあ、本来だったらね、打球反応を取っていくんですけど、ルナちゃんとの組み合わせの時には。これもどうしようかな。伸び、一応取っとこうか。で、また赤。50か。いけるかな。一応、ポンコツ1があるんだけどね。よし。OK。精神がちょっときついけど。球速安定。まあ今の虹谷はちょっと弱いからね、励ましとこう。でもコントロールはそれなりにあるのか。タック、お、いいね。友沢、あれ永久期間って、そういやなんか今まであんまり働いてなかった気がするな。しょっちゅう赤かったからね。あ、尻上がり3になったか。ただね、風なぎを入れるとね、どうしてもこの復活1だからね、それがちょっときついんだよね。やりてーけど無理だー、これは無理だー。超やりたかったけど、回復アイテムとか持ってないからね。二股のあれが効いてきたなー。まあしょうがないかー。12月の1週か。ちょっとなぎちゃんと1回デートして回復させよう。打球反応。失敗しやがった。まあいっか、そういうこともある。やることがない。デートを進めよう。あれ、そういえば3回目じゃん。もうカーブ1しか持ってないよ。仕方ない、カーブ1でなんとかやりきるか。コントロールしか上がってないからね。しかし俺はリリースが丸だ。いいところに決まる。これさ、そういえばルナちゃんさ、強くしてったらさ、この対決の時にめっちゃ強くなるのかな。オールEだったよね今。これはストレート、ん？ストレートでいいんだよね。神楽坂くんがいるからね間違えると終わるから。ここもマジやることがない。もうひたすらルナちゃんとデート。もう4回目だよ。ちなみにどっちが来る。ルナちゃんの評価が上がってってんな。ルナちゃんだね。まあ、ここで緩急くれるんで OK としましょう。48、いけそうはいけそうかな。精神が足りないな。ギリギリスタミナを上げつつ、ね、おお、カーフェストか。
こら辺のものってどうすりゃいいんだ。まあ、回復は回復しとこう。精神ないから精神が上がる選択肢にして、ルナちゃんはここはねポイントくれるんだけど、次よし大吉 OK。 ルナちゃんの妄想はやたら顔出してくんな。本当にやることない。一回妄想しとく。いや体力が減ってるわけじゃないからな。ルナ完走だな、もうこれで。クイックコツがないからちょっと無理だよね、さすがに。臨床ポイントが手に入るとはいえ、体力マックス、断ろう、我慢しろ。 OK、 経験点。よし、ナキちゃんの評価もどんどん上がっていく。もってもてだからね。おーいすげえ連チャンできたな。ここは虹谷か。まあ、まともと開くんだしね。永久期間に任せよう。順応。そう、永久期間だとね、たまに守備のあれが上がるからね。これも確実にちょっと行こう。で、ここはもう確実に精神。マジで精神足りねえ。で、上げられるのをちょっと上げていきますか。まずは特能だな。打球反応はもうさすがに2でいいでしょ。緩急もう1回欲しいよね。でポーカーフェイスとかどうするよ。この2つがね本当に相反するのがやだ。尻上がり一応置いとこう。なんかで取れそう。脱散はなもう1回欲しいんだけどな。急速安定はこれでいいでしょ。あと安いやつ、バント封じ。風薙がいるからね、ここら辺のバント封じの臨床ポイントとかももう賄えるんで、順応も取っとくでしょ。アウトロー球威丸、アウトロー、そんな難しいこと言われてもどこに投げればいいのか分かんないよまあ外の下だけどねアウトローだから、そういうことだよね。カーブ4にしとこう。あとはもういいや、これで乗り切ってもらおう。西谷だからな、どうしようかな。サンパーラブパ発動してるし、いややろう。ほら頑張れ。お、手入れてるね。ゲー、しかも4点も取られたよ。実績点4。でバレンタインか。これ体力回復する？体力は回復しなかった。ナギちゃんの妄想か。24%だからね。デートもしたくないんだよな。メンタル一回挟んどくか。どうだ。おー、いいね、いい顔だ。虹谷バレンタイン、いいね。緩急両方つかめたよ、緩急を。誰もいないんだけど、ここに3人いるけどどうなの。いや、デートもまだな、早いっちゃ早いよな。妄想しとこう。やることないから。通常の場合妄想2、3回挟まないと多分 A に届かないんだよね、なかなか。あ、永久期間がここで牽制なんて手に入るんだ。どれだけ働いてくれるかっていうのもあるけど、今のところあんまり永久期間働いてないよね。そんな頻繁に来てない気がする。下にしたい気もするけどな。体力減ってるから上にしよう。ナギちゃんがよく出てくる、マジで。練習サボりまくってんのマネージャーだから。私は今日はいいわみたいな。で、神楽坂くん OK。 マジで失敗しないこの子は。
またなぎちゃんがいる。カタナギかメンタルは神楽坂くんか。ちょっと回復はしたい気がするんだよな。ちょっと神楽坂くんでいこう今回。キレ、よーし、いいね。またキレも置いておこう。カタナギ、虹谷、カタナギだな。永久期間がちょっと機能し始めてきた。アウトロー9位。 OK。 いやここでね体力回復するのマジいいよ。変化2人。ちょっと技術が溢れそうかな。いいね、ここでさらに回復。赤い、いやこれは持っていける。ただ特能は取れるものは取っておこう。打たれ強さとかもな、2でいい気がするんだけど、ただ精神がねそんなにいっぱいあるわけじゃないんで、キレはじゃあ取っちゃうか。牽制も1でいいよな。緩急も2でいい。この2つはねもう潰せないで、低めはなんかいっぱいあるから取っとこう。仕上がりも取っちゃう。他脱散は結構重いよな。やっぱり復活は特に骸骨とかないから、緊急当番はな、精神めっちゃ使うしな。内角もあと何があったっけ。アウトロー9位か、これ取ろう。よしこれでいきましょう。でそうだ、変化球上げるんだ。じゃあ下は V スラにしよう。なんとなくおりゃー、あれ玉。虹谷の変化球の上がり方が半端じゃねえかんな。カサナギかー、やりてえなー。 17% かー、2人いるしね。やろ、よし。ルナさん初めてかいな。安全圏、おお来たー。モテモテではなくなった。何にもないからデートしよう。デートしつつなぎちゃんの評価を回復していく。早かったね、4月の2週で来たか。まあそれはそれでありがたい。デートで全然戻せるね。これはこれどうする。俺も手伝うか。チームプレイ丸。ここはお、風薙くん。まあ一人だったらこっちだよね。安全圏とかそういえば取ってなかった。クイック、そうかクイックもいけたか。ランダムっていうのをちょっと忘れてたな。虹谷やっておこう。変化球はね結構不足するんだよね。ここは下だな。回復で、クイックはもういいっしょと思ったら全然ダメだ。全然取れなかった。脅威の切れ味取ろう。変幻自在も取る。ドクター系ね、ちょっともう一回脱散掴みたいんだよな。で復活は取れる時に取っとかないと後で苦しくなる。あれ玉も取ろう。これでいきます。1点、あとは3点。おお俺は結構点取られたけど、みんなが点を取ってくれた。で C か、今は友沢いいね。永久機関が働いてるよ。よいしょ、精神くれるのはいいな。さて 21% か。21% か。21はちょっともう無理だ。要所を取りましょう。なのでちょっとデートするもん。ここは、まあ、ルナちゃんのね評価が下がってる分には全然いいんで。あ、そっか、ここは回復しないんだよね。その代わり経験点は80くらい。これはコーンってやつだ。チーンってやつだけど
まあ、なぎちゃんがいるとね、ここで尻上がりをくれるんで、尻上がり置いときたかったんだけど、変化球か風なぎかどうしようかな。結局ここで変化球をね、いやー変化球必要だな。ダブルタックだし、これは無理だね。さすがに結局これでデートが多めになるんで、これ内角とか取れんの？お、取れた。で最後も回復しなかったよね確か。メンタル、メンタルとか上げてないけどさ、俺の方がすごかったんだ。対左、いや虹谷はねポイントくれるからいいよね。13は無理、トリプルタックだ。13はさすがに無理ですよ。誰だっけ、あ誰これ本当に。虹谷か。虹谷はじゃあ脱散かコントロールでももらえますか。脱散、よし、これで脱散掴もう。さてメンタル風投げだね、いいね。で変化球はスライダーでも届く。で奪三振を先に取っておこう。ドクターQまでいけるか。 OK、 コツ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 虹谷を追ってったな。その代わり精神が足りない。クイック、クイック4か。これは1人だったらこっちに移っちゃうんだよね結局。やろう、タイピン、タイピン3。これで風投げワンタックだったらここ。変化球ポイントがたまらないな。ちょっと待ってね、クイック取れるか。取れるね、これあれ取れたね。まあ、クイックが来るかどうかなんて分かんないからね。タイピンもね、ちょっとやっぱ精神がきつい。ど根性取れなかったし。根性のコツすらくんないの。何のコツくれたっけ失敗して。違う、2回目で失敗したから何もくんなかったんだ。ひでえ。まともくんね、意外に失敗するからね。ポーカーフェイスとか。また敏捷ポイントくれたよ。うちのチームってどうなってんの、打撃 C か。俺がなんとか投げ切るしかないからね。これコントロール C まで持ってったら精神なくなるよ。あとは球速140は欲しいよね。もうちょっと上げとく。145、風投げがね復活絶対1っていうのがね。いきなりさ、アウトロー9、アウトローってここら辺、ウィススライダー、パワーはあるね C。 よし点を取ってくれてる。おおお、こういう風に速いといいんだけどね。スタミナ D でも一応復活を持ってるから。ゲー、やばい、危ねえ。点を取られなければどうということはない。あとは外の見せ玉、外に逃げるスライダー、振らない、落とす、縦のスライダー、 OK、 まあ、順調に点を取ってくれればいいんだけど、たまにね全く点取ってくれないからね。で変化球風なぎ、なぎちゃんはあと1回だよね。よし、ここやって次デートだな。じゃあ変化球ポイントくれ、投手敏捷ポイントやたらくれんな。技術がすげえ余ってんな。しらすはねどうしてもこのピッチャーの試合がなかなかに難しい。ノーアウト1・2塁ってさ、1・2塁に打たれたのか。ケツ OK、 うどお前ミート F だからな。簡単に打ち取ってやるよこんな。木のバットを使いやがって。
よーし、ハルチくらいのね、すげー2点取られてるバットセンスがあれば木でもいいんだけど、所詮うどお前に木は扱えまい。決める V スラップ、よーし、てか点入れてくれ頼む、風投げと友沢がいるんだから何とかしてくれんだろう。もう1点、よしまだ投げてんだ。スタミナ D でさ、ここまで持つか。復活だよな、やっぱり復活があるから。復活って別に自分が投げなくても発動してんだよね多分。いや絶対そうだよ、だってスタミナ D でさ10回でさこんな余ってるわけないもん。あと俺が何とかする、友沢と風薙がいるんだ。あと赤船もキャッチャー丸ついてんだっけ。キャッチャー子作れるってことは丸か二重丸か分かんないけど、誰が決めた分からん、あんまり見てなかった。やぶねー、これちょっともうデートするしかない。で5回目も体力回復がなかったよね。ない、形勢逆転。あれ形勢逆転って骸骨あったっけ、わかんない、ちょっと見てみよう。結構安いな、3だからか。取ろう、内角も取っとこう。やはり精神が全然足りてない、まあ、最終的には投手の方を取るんだけど、ただチーム総合力か A まで行くか微妙だね。妄想しとかないといかないな。おいー危ね、俊英はね結構怖いんだよねバッターが。よしナイスとか思ったら全然ナイスじゃなかった。ノーアウト、これでさ小平に回ってくるの超嫌なんだけど。4番が最下かな、いやこれダメだ、ちょっとこいつをなんとかしないと。ここは勝負どころだ、俺が甲子園へ行けるかどうかの壁だ小平。 OK、 最下には回したくなかったからねとか言って、ただこいつも安心はできないよ。あねえげっ、すげえこの服部くんとかいう人、何なんだこの一般人は。カーブ、おお怖い、落とす、いいね、やっぱ落ちる球がねやりやすいよね。よーし、ちょっとピンチがあったけど見事乗り切った。かといってタイピンを取る精神ポイントがない。24、2人だけど無理、もうそうしよう。総力、え総力って何、走者釘付け、もしやそうだったっけ。敏捷ポイントが足りるかどうかだよね。コツ2でくれるんだっけ、1だっけ、げやたらと点を取られてんな。ピンチを迎えました、ワンアウトランナー2塁という場面で小俣、今日2打点を挙げています。投げた、空振り三振、よーし、石上見事なピッチングです。今日は安藤を放っています。俺石上って名前なんだ、投げた、毎回さ実況がないとさ自分の名前がわからない。ここは最大のピンチだ。今日はここまで3打数ノーヒット。しかし水より8番バッターか、インコース高め、直球は外れてもカウントは OK。 知り上がりはね結構好き、先発は、まあ、先発じゃないと意味ないんだけど、めちゃくちゃ上がるからね能力が、9回まで来ると。まあ大したことはなかったな。どうする、まあ、青だからやっとこう。これは小沢くん、対左、あれ対左ってこれで4になってたっけ。
甲子園からね、みんな怖いんだよね。タヒダリ4だね。これも2つ取っちゃおう。タイピン3か1取っとこう。タイピンがあるのとないのでだいぶ違うからね、ルイに出られた時が。お待たせ、いきなりか。先制のピンチを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で土屋、ネクストバッターサーブ。ああ、ヒッター持ちかよ。本当やだ。ストレートはもうアウトコース高め。どっちかっていうと、でも赤壁の方が嫌だけどね、バッター的に。投げました。打った。センター前。これは大丈夫。取りました。矢部君 OK。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。チームの能力も強いんだよね。一応 C くらいで。今 B だったっけ？打力とか。総合的には B だよね。あとで見てみよう。チームメイトのみんなの力を。これも勝負どころだな。一回ちょっとすっげえ際どいところ投げて、V スライダーを外そうと思ったけど外れなくて入った。よーし、また土屋くんか。回ってくる回ってくる。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で鉄塚、最初のバッターボックスは打ちました。危ねえ。投げました。ボール。わずかに外れました。カウントワンボール。よし。変化低め。空振り三振。まさか。低めの変化球でスイングアウト。キャー抜かれた。ライナー破った。バッターはピッチャー。鉄砲塚もさ、パワー B とかいかれてるよな。投げました。打ちました。これは OK。これは OK。これでスリー。ヒット数としては向こうのが多いからね。得点には結びついてないけど、なんとか俺がピンチで抑えてるからか。どうする、これ無理でしょう。いや無理だよ、2人無理だよ。総合力 A まで持ってきたいから。黒金もな、意外に強いからね。ちょっとデータ、みんなのデータ見てみよう。チームメイト、あ、ピッチャーはちょっといいとして、野手赤原強いキャッチャー20丸持ってんね、ありがたい。守備99、補給99、パー96とか強すぎだろ。すすき、こいつも強えな。こいつってこんなにいっぱいコツ持ってたんだ。あとは友沢、友沢も異常だな。肩が C っていうのかな。風薙も異常だよな。こいつ肩系が上がってないんだな、うちのチーム。やべ、安倍総力99とか早すぎたら、パワー A とか。何だ、守備が A だから守備 S になるともうちょっと強くなるのかな。まあただこれもここを勝ち抜いての話だからね。お待たせ。だからさ、なんでノーアウトで回ってくるの。 BD とか強すぎだろ。今泉アウトコース低めいっぱいストライク、目を詰めていく。よーし、見事なピッチングです。もう宝塚も強いしよ。これはわずかに、チャンス20丸か。こいつ2球目空振り。第3球をスライダーボール、内角低め、わずかに外れました。打った。これは取れるっしょ。掴みました。これで2アウト。ランナーは1塁2塁変わりません。投球これから2球目ボール、アウトコース低め、これはわずかに外れています。おい、しました。やばい、危ない。クリーンヒット、草柳2倍か。知らず、なおもピンチが続きます。投げました。2球目、だいたい1回でさ6人相手にしてるからね。さあ4球目、変化球、空振り三振。だいぶ投げさせられた。何球投げたんだ1回で。ゲーム頭回ってきてるし、毎回毎回回ってくるのさ、やめてほしいんだけど本当に。2球目ストライク、もう追い込んでいます。打ちました。1、2塁、あとあれだよね、打たれたらほぼ走られるっていうのもやめてほしいよね。知らず先制のピンチです。まあ、ただ赤原の能力だったらそうそう走られないけどさ、他の高校でさ、キャッチャーがしょぼいとさ、マジ単打が出ただけで次走られるからね。でピンチが回ってくるみたいな。よし、抑えた。よし、点を取ってくれた。ラッキーボーイ。そんなものは俺が打ち砕く。実力で俺はここまで来たんだ。赤原のキャッチャー20丸が相当効いてんだ。9番バッターはさすがに弱えなとか言おうとしたら、パピオンとか何なんだよ。パピオン威圧感持ってなかったっけ。
それってピッチャーでしか発動しないのかな。野手能力高すぎだろ。パピオン ただし経験点はいいね。ここで A になって最後アタックかコントロールか、本当は変化球が来てほしかった。まあいいや、風間木君ここでな、技術ボーナスがついてればもうちょっと違ったんだろうけどな。でどうする、 C は欲しいよね、コントロールも B は欲しいよね。結局推進が足んないよ。スライダー、あとは急速に振ってく。精神が足りない、球速も150欲しいな。本当は基礎能力的には球速 150BB の444は俺の中では先発最低ラインなんだけどな。ただシラスの場合はね、特能でカバーしてるから、まあ、ある程度ねやっぱり俺も基礎能力はこだわるんで、なんないとか怖え。投げました。空振り。第3球を一つ外したボール。カウントはさ、釣りなんとか振ってくれんの？投げました。ボール。振る。今のボールかよ。仕留めたと思ったのに。低めのボール引っ掛けた。取ってくれ。無理か。どうする？第7球をスライダー。打った。7位。やったな。こんな粘られるわ。結局抜かれたよ。二宮もアベレージヒッター持ちだからなこいつ。よしナイス。さすが風薙。なんでお前ファーストなんて守ってんだ。セカンドとか守れよ。このはちなみにどっち守ってる。お、いいね今の打球反応丸ついてたっけ俺。ヤシマ打ちました。セカンドゴロ正面。よし、OK、アウト。シラス、なおもピンチが続きます。第2球、あ、三塁に走られたのか。これはさすがに外す。でもう一球ちょっと顔の前を通過させて対角線上にカーブ。打ちました。鈴木交代取ってアウト。おお、鈴木いいね。回ってきた。1点取られてるよ。しかも7位か、怖え。ただ進塁はされたな。低めにズバッと決めていこう。 OK、 空振り三振。勝ったー。そして意外にトータル時間かかってないね。やっぱりオート早送りがめちゃくちゃ速くなったかんね。1サクセスにかかる時間がだいぶ変わってるよ。もう先発をやらざるを得ない。ルナちゃんありがとう。まあ、知り上がり持ってるけどね。さてここで何をくれるか。あれ何もくれなかった。え、総合力 A に行けばくれんじゃなかったっけ。金徳ってわかんねえ、条件がわかんねえ。まあいいや、なんかくんなかったわ。なんかもらってたのか。経験点になったんだなきっと。投手の金徳とかなんだっけ。これしかないからな。全然わかんねえや。まあいいや。で意外に変化球があるな。技術があるからね。ここはちょっとムービングボールを取っとくか。まだ余ってんな。 V スラをちょっと上げとく。であれが取れるっしょ、俺の好きな手応え。これで変化球ポイントを割とさばけるっていうね。で基礎能力はもう上げられねえよな。これ投手は取っとこう、せっかく4までもらったから。打たれ強さも1とか欲しい気がするけど、スタミナ B 欲しいな。ちょっとこれ150まで持ってこう。で B にしてもう1個あげよう。でここまでだな。あとは特能に振る。なるべく技術を使うやつ。低めはね直撮りしたからね確か。緊急登板か。いや緊急って感じでもないしね。全然ねえわ。先制ストライクくらいしかねえわ。じゃあタイピンか。タイピンは2あっていいからね。先制ストライクって取れる。まだ
もう取れなそう、取れねえわ。じゃあ打たれ強さ取ろう。技術がやたら余っちゃったよ。ちょっと打たれ強さ外して弾道2にしてミート20にしとく、なんとなく。総力 E にしとく、 E にならねえし。いや技術が余っちゃったな、まあしょうがないか。うん、こんな感じですね。まあ、とりあえずね、風投げ、まあ、プラゴじゃなくても技術余っちゃったんですけれども、まあ、プラゴになればね、もう少し、上が狙えるのと、あとは、友澤君がね、やっぱりどうしても不確定なんで、意外にね、失敗すると思う。俺の中では体感的には意外に失敗するっていうのがあるんで、まあ、安定した選手はちょっと、難しいかもしれないですけれども、やっぱりシラスはね、強いよね。あの最後までいけば、まあ、そこまで爆発力もあるわけではないんだけれども、安定するかって言われるとね、試合がねどうしてもピッチャーの場合は点を取ってくれなかったりするんで、それが来ると厳しいよね。まああとはもう少し風投げくんプラゴになった時にもう一回シラスでやっていきたいと思います。まあ、いつプラゴになるのか分かんないけど。というような感じで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。